一発カンタ君は、1977年9月18日から1978年9月24日まで、フジテレビ系列局で放送されていた、テレビアニメである。フジテレビとタツノコプロの共同制作、全53話。放送時間は毎週日曜18時18時30分。読売広告者からタツノコプロへの、 根性ものでないスポーツものをという依頼に応えて制作された野球アニメ。1976年9月まで経つのコップロが制作していた長寿アニメ、天童虫の歌にも通じる大家族、ホームドラマの要素も盛り込んだコメディ調の作品。前年の1976年には同じく少年野球を題材に撮ったアメリカ映画、頑張れ、ベアーズが評判になっていた。 なお初期タイトルがドロンコ大賞だったことからも川崎昇作品を意識していたことが伺える。平均視聴率は15.6%。タツノコプロ社長の吉田達夫はこの作品の放送開始直前に死去。ほぼ同時期に放送されていた風船少女テンプルちゃんやヤッターマンと共に吉田の遺作となった。3作品とも没後も 吉田達夫を制作者として最後までクレジットされている。その一方で達の子プロへ入社したばかりの新人、押井守が本作でデビューを飾り、達の子プロで世代交代が始まりつつあることを告げる作品ともなっている。アニメ放送中は学習研究者発行の科学と学習と読感部位にも連載漫画が掲載されていた。飛羽瀬一家が結成した草野球チーム。 ホーマーズの活躍を描く。放送日時は、個別に出展が提示してあるものを除き1978年9月終了時点、放送系列は放送当時のものとする。主人公のカンタは、学習漫画秘密シリーズ、野球の秘密にイメージキャラクターとして登場していた。ただし、カンタの特徴的な口調である、地などは登場せず、カンタ、一郎、二郎、十米以外は登場していない。 1993年発行の新定番では、シュガー・佐藤、吉田忠がのオリジナルキャラクターに差し替えられており、さらに2005年出版の新秘密シリーズでは、中川義明がのオリジナルキャラクターに変更されている。また、並行して放送されていた、ヤッターマンの劇中のテレビに登場したり、ドクロベがカンタの姿で出てきて、ドロンボウをずっこけさせたりすることもあった。また、 第60話の冒頭では、お祭りの夜店で売られていたお面の中に、ヤッターマン1号、風船少女テンプルちゃんのテンプル、ポールのミラクル大作戦のドッペ、タツノコマークなどに混ざって、カンタのお面があった。2019年4月5日公開のアニメ映画、バンドラと、あくび公編、精霊と怪獣の街に、カンタをモデルにした、カンタという少年がゲスト出演し、 田村淳志が声を担当している。ありがとうございます。